北九州市は官営八幡製鉄所の創業開始以来100年を超えるものづくりの実績を重ねて発展してきた都市です。我が国の産業界をリードしてきた高度な技術と卓越した技能は、さまざまな分野で活躍する熟練技能者たちによって今も脈々と受け継がれています。北九州市はものづくりに関わる高度技能者を北九州マイスターとして認定し表彰しています。技能の超人伝説、ここに始まる北九州マイスター列伝2022。熱絶縁施工とは、工場や発電所、焼却場、化学プラントなどの配管や機械、ビルやマンションの冷暖房設備、給排水設備を断熱材と板金加工した外装材で覆い、熱放射を防ぐ保温保冷工事のことです。熱エネルギーを無駄なく効率的に利用するために欠かすことのできない熱絶縁施工。数多くの現場経験から得た知識と施工技術を駆使して設計、板金加工、保温保冷工事、保全作業までオールラウンドにこなす西澤末信さん。断熱材の取り付け時にですね、隙間が生じてしまいますと熱が外気に逃げてしまいます。逃げてしまうと同時に結露を生じてみたり鉄板の焼けが生じてみたりしますので、隙間には十分気をつけて施工しております。保全工事ではわずかな蒸気漏れなども見逃さず、サーモ計や手のひらの感覚でかすかな振動や表面温度の変化を頼りに不具合箇所を素早く発見。経験に基づいた的確な断熱復旧作業を行い、熱エネルギーの損失を最小限に抑えることに貢献しています。図面をいただいた時点では頭のイメージ、何分割です、何段に貼る、どのようにつける、水勾配どっちに持ってくるとかはするんですけど、現場で干渉するところはどうしても出てくるんですね。それはいっぱい現場で確認します。要は水平部分はまあさほど気にはしてないんですが、まあつなぎ手の位置だけなんですが、まあ、斜めに上がったりとか立ち上がった品物を当然上から仕上げてくれば 手の向きと一緒でこうなってしまうので水を受けてしまいますので、そのようにならないようには工夫してます。年々若い創業員が減る一方でベテランがこぞってリタイアしています。西澤さんはこうした環境の中でもですね、若手育成をしつつし、現場で培ったノウハウをデータ化し、コツテクニックをですね伝授、弊社との信用と信頼を築き、品質生産性が滞ることなく若手の育成に取り組んでいることに感謝しています。先代から継承してきたものを現代にマッチした技術へと向上させながら、後輩の育成も積極的に行っています。新しい施工方法を柔軟に取り入れて仕事を早く終わらせてみたかと思えば、頑固職人でこんなここはちょっと譲れないなっていうところも合わせ持つ方だと思います。一般的に知名度の低いこの業種で日頃はすごくユーモラスな方ですので、若い方にも人気がありますので、後進の指導とかその辺に今後欠かせない人だと思います。対面だけで教えるのと体の動きとか目の動きは分かるでしょうけど、実際の手の動きは後ろから見せんと分からんのですよね。どっちに持っていくのかとか、機
機械をかける時とか。だからまずは自分の対面から教えてもらって、でその後に後ろから先に手の動きや目線を教えてもらって、で自分で切ったり手の動きを確認してもらって、あとは足らないところは補ってもらってます。で、まあ、父から引き継いだものの結果が今ここにあるんですけど、一つ一つ仕事をいただいたお客様に経験させていただいたことを実際感謝しながら持って仕事にいつも当たるようにしとるんですが、同業他社さんで提携しとる会社さんのところの若い方たちの相談相手にでもなれればいいかなとは思ってます。幾多の困難にも立ち向かい、傑出した技能と知恵を磨き続けた北九州マイスターたち、彼らを駆り立てたものづくりへの情熱、そして未来への希望、技能伝承は次世代へ託され、ものづくりへの遺伝子とともに長く後世へと伝えられ続ける。